はい、ガボス TV ユージです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は天気があまり良くないです。でも雨の予報は出てないですね。昨日一日結構強い雨が降ったので、お休みしていました。はい、一日中ですね家の中で編集してまして、まあある程度ゆっくりしてましたね。今日はなんとか回復しましたので、まあ、午前中だけの作業になるんですけど、今日もですね自宅の整備これをやっていこうと思います。先日純子さんと2人で南天ジャングルと鶴地獄をなんとか処理できたんで、その上ですねここに通路があるんですけど、これ1段上がった通路なんですけど、この先に吹きのとを植えたところです。草取りさんにいただいてね。でそこがですねまた藤がですね進出してきて、もう行き場のない藤が畑に進出してきてるんですよね。まあ、これはいかんということで、それをなんとか撃退したいんですけど、ご覧の通りもこの通路がね大変なことになってるんで、まあその辺りを今日整備していこうと思います。また今日もただ草刈りの動画になると思いますけど、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今の状況見てそれから作業していきましょう。はい、先日純子さんに手伝っていただいて、ここのですね南天ジャングルと鶴地獄をなんとかこう綺麗にすることができたんですね。でこの上に、まあ、畑じゃないんですけどちょっと段があってですね、この上にもこの行き場のない藤のつるがえらいことになってまして、ちょっとここをやらんと大変なことになるなと思ってですね、ここまでたどり着きたいと思います。あの向こうの岸にね吹きのとを植えたんですよね。まだちょっとですね藤のつるが枯れてないやつがあるんで、またおいおいやっていきましょう。でここが前回ちょっと綺麗にしたところですけど、ちょっと雨が降ってなんか落ち着いた感じなんですけど、この鉄の破片がですね埋まってて取れないんですよね。この石垣も取りたいですね。今日やるとこに行きましょう。ここですね。うわー、ここがねもう障害物がめちゃくちゃあって、ネットのゴミとかもうあるとあらゆるゴミがここあって、ちょっと草刈り機がねちょっと大丈夫かなって感じなんですけど、まあ行きましょう。もうしょうがないもんね。ちょっと上から見てみましょう。上から見たら感じがこんなんですね。いやー藤がすごいです、やばいです。あの藤のところまで今日行きたいと思います。はい、それではここを草刈り機で刈っていきましょう。障害物が多いのでいろんなトラブルあるかもしれませんけど、安全作業で頑張っていきましょう。
あそこに生ゴミのコンポストがあるけど、あら大量ななんか生ゴミか、もう土になっちゃうんやけど取れんなあれは。ホースが出てきました。わあ、ここに。これまたすげえゴミが出てきた。これ。電気柵の棒ね、これ。いや電気柵がついてるもんな、これ。うわ、埋まってる。あ、取れた。
ここあれなの、めちゃくちゃ石が多いよ。いや除草剤やな、これも畑でも何でもないから除草剤撒いて、でちょっときれいにして石を取らんと、ちょっと遠手草も枯れんな。はい、まあなんとなくですけど終わったんですけど、さっぱりせんな。まあここはですね、畑でも何でもないので藤がやっぱもう根張ってるんで、まあ、今度除草剤撒きましょうね、はい、じゃあちょっとスタート地点に戻りましょう。なんとなくは切ったんですけど、いまいちさっぱりしないですね。この辺がもうサマサしてるんで、ここまでで、今日はやめましょう。冬やろうと思うんですけど、冬がやることが多いね。まああとはちょっとここゴミが出ましたんで、ちょっとゴミを集めましょう。はい、あんまりさっぱりはしてないんですけど、ここがねもさもさしてるよね。なんとかしたいね。この生ゴミのコンポストが2つもあるんですけど、これも草の根が張って動かないですよね。こんな感じです。梅がたくさんなってます。ミノブっていう梅やな、これは。まあこんな感じで藤は切りましたけど、多分結構根がついてるんでまた生えてくると思うんですよね。ので除草剤今度撒きます。いやこの辺がさっぱりしないよな。あとあの昨日出たゴミあそこの壁際にあるんで、それもここにまとめておきましょう。綺麗になりました。まあ、ゴミを寄せただけですけど、まあまたゴミセンターに持っていくときに持ってきやすいようにまとめました。はい。今日もですね、自宅周囲の整備をしました。いや、そうこうしているうちに畑の方の草がやばいことになってきてますね。
また明日から頑張ってやっていきましょうかね。はい、ということで、今日はですね、ずっと連日引き続きまた周囲の草刈りとか整備しましたけど、少しずつでも綺麗になってきました。ゴミとかもいろいろ出てくるんですけど、まあ一箇所にまとめて、またあの清掃センターの方に引き取ってもらうように、まあうまくこう集められたかなっていうふうに思います。はい、非常にあの暑くなりました。はい、あとちょっと今日はもう午後からですね、用事がありますので、あとはゆっくりしていこうと思います。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタン、またよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。